どうもエルザです。それではバイオハザード RE3 やっていきたいと思います。では第7話ということで、そうだね、タイレルちゃんが残念な結果とはなりましたが、気合い入れてやっていきますか。絶対そうなるよね。はい、一撃。まっすぐ行って左はって感じか。こっちでアイテム回収した方が、あれ絶対起きるよね。はい、いかんな、さっき麻痺ってるっていう話したのにさ、はいって。いかんねー、この心境の変化が起きるのもやっぱ、バイオやな。やってる時は特にだな。起きないね。右一人。あれ起きるな。試す。ああ、貫通した。あ、マジかー。やっぱハンドガンで試し撃ちしてからだね。もったいねえことしたなー。ん、お、なんだこれ。ワクチンの生成を始めます。素材をセットしてください。ありません。ああ、じゃあ、素人に作らせるわけか。やるしかないわね。培養液ベース、すなわち抗原とワクチン培養液、すなわち補助剤の2つ。それを1000倍以上に薄める感じか。まあまあ、作れと言われるなら。OK。よし、OK。オッケー、オッケーっていうのはちょっとなんか違う気がするけどね。これは何？なんか。フラッシュメモリー。はい。まあとりあえず調べてみようか。なんか使うんだろうね。これ絶対下行きたくないよね。でもどうやって下行くんだろう。今とりあえず降りてか。こっちは違うもんね。まあ、とりあえず降りて。とりあえず不意打ち食らわないようにするために、これ使ってみようか。あ、そういう刺し方なんだ。やっぱ出るよね。あー、そういう感じ。やっぱ回復早いな。ダメな、追いつかない。ダメージが。はあ、これ結構
やばいね。あいつら強すぎるね。ちょっと強すぎるわ。あ、でも下行けたね。これ上行ってブース、あーどうしようかな。アイテムちょっと回収して、さあね、回収してだね。グレネードも弾ないし。おお、びっくりしたー。お？いや本当にちょっと弾のなくなりが早すぎてね、まあ、無駄打ちが多いんだろうけど。抗原サンプル、ワクチンを作るのに必要ね。特殊重火器使用申請書。左目にめっちゃ動き出したやつがいるけど、あれってことは、はいはい、高い再生能力を持つ特殊変異を起こした個体の存在が確認されましたと。ペイルヘッドと呼ばれると。こいつに関しては効果力の重火器を配備していただけないでしょうか。おい、よし。あーってことはどっか重火器あるんだね。火炎放射器が。ハイドラが見つかるかもしれんね。よし、行こう。ハイドラを探せ、ハイドラ。出てくるかな、今作も。動かないね。ガンパウダーは。ガンパウダーね、ハンドガン持っててもなーっていうところなんだよね、正直。お、反対側。きっとこれが通り。おお。耐えたねー。耐えるねー。マジか。耐えるなーこいつ。何もんや。ちょこちょこ貫通するのよね。しゃあない。お、回復か。箱のサイズに対しての中身の量やね。これを押し込むと、おお、通電する。へえ。なんか音楽も、音楽がなんか深刻的になってきたね。さあ、うーわー、あれ？これってタイラントじゃない？タイラント。これ。作られてたんだ。で、これさっきまで出てきたやつらね。ここで生み出されて。マジか。あ、アイテム。やらしいな、置き方。そしたら、回復しといて、ゲット。これはなんだろうね。うわー、タイラントすっごいことになってるな。へえー、ここから完成体が作られたわけか。はあ。いや、箱の中身ほんとちっちゃいよね。マジで、ちょっとカプコンさん、もうちょっとね、ある意味贅沢な使い方してるけどね。こん、おお。びっくりした。あー、それはやめていただきたい。よし。あー、君出てきたか。
回復が追いつかないんだよね。いやーダメだ、回避が間に合わん。とりあえず入るか。合わせて、もう一発撃つか。いやーきついね、この弾撃つのはきついわ。おサンプルゲッチュー。光源と合わせれば免疫システムを強化できる。さあこれで戻る感じだね。あの化け物がネメシス。あ、あいつネメシスって言うんだ、あのでかいやつ。なんかアイテムが、あ、あったあった。ガンパウダー。うーん、で出て左だったね。ちっちゃいんだよなー。取っててもなー。絶対やばいと思うんだよね、これ降りたらね。いやーこれ切り抜けれるかな。グレネード系持ってきてないんだよね。さあ動かないでくれよ。動いたね。これ以上は食らうと危ない。ハンドガンでどうにかしろってか。違う、それは使えない。なんでだ、銃が変わらない。よし、痛い。いやーきついねー。これもしかして当たってない、一発も。これ弾切れたら俺罪だよね。なんだなんだこのさ、あーダメ。いやーちょっと待った、弾欲しい。どっからだこれ。ギリギリで弾避けるもんね。ふぅ、
そうか、グレネードがあればちょっと考えもんだけど。いや、これまだ上に行く前か。よし、そしたらよし、準備万端、リベンジと行こう。いやー、ここ思いっきりカットするんだろうな編集の時はね、思いっきりカットするんだろうな。怖い怖い、いてー、そういう攻撃、いて、いて、ハメ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 はダメ、ハメはダメ、ハメは対応できんわ。おお、え、ちょっと待ってね。お前ら、マジで、マジでか。ショットガンフル、もう全部使ったね。強えなあ、あいつら。まあまあ、ワクチンは手に入ったからいいんだけど、動かないよね。動かないよね。よし。で、心配なのは、ここにいた白い先輩が戻ってるね。よしよし。偉いね。よし、一回セーブしよう。一回セーブしよう。もう一回同じ苦しみは嫌だな。さすがに。ガンパウダーも減ってきたね。多分、本当は回避行動で相手せずに行くのが理想なんだろうね。いやー、難しいわ。さあ、白い先輩をほったらかしでいいからねいやいや、玉使ってさ、なんだろう、得られるものが少なすぎてコスパが悪いもんね。ないよ、何もないよね。赤いマークはずっとついてるんだけどさ、それっぽいアイテムは見当たらないから。多分もう何もないと思うんだけどな。まあ、見落としてたら仕方ないね。さあ、これと不正な薬剤を検出しました。薬剤、お、手順を間違えた。あ、手順か。不正な薬剤を検出しました。ほう、不正な薬剤を検出しました。あれ ?2 つじゃないんだっけ。培養液ベース、ワクチン培養液、今持ってるな。培養液と、だよね。あー、もしかして調べてなかったからかな。不正な薬剤を検出しました。違うね。不正な薬剤を検出しました。違うね。お、この2つだよね。ほう、培養液ベースと、ベースとワクチン培養液だよね。不正な薬剤を検出しました。あら、違うのか。
なぜだ、なぜだ。不正な薬剤を検出しました。バイオ液じゃない。いや、なんか手間がいるのか、それとも。まだ行ってないところは結局戻ってくるもんね。第一バイオ、バイオと第一研究室行ってだよね。もしかしてって思ったんだけどさ、こういうことか。組み合わせろってことね。お？おー、なんか知らないけど。あれ？あれ？さっきの100じゃダメだったの？お、来た。こういうことか。1000倍、ああ、計算するってことね。よし。訂正が完了しました。専用シリンダーを取り出してください。ああ、ジルに使ったのと全く同じ色の。よう分からんかったね。なんか来てるー。いや、ここまで来たか。あれ？脱出するか、とりあえず。ここしかないよね。え、開けれる？やべえな、力。ねえ、またいるか。しつこいね、こいつも。またか。いやー、なんかひっつけれるものないかな。やばいやばい。爆発好きやね。爆発が。てか、なんでそんなに爆発系が出るかな。おお、強化外薬、これで全部か。
なんか、とうとう最後って感じだね。なんかそんな感じするよね。それなら、回復も持っていって、よし行きますか。この施設は、わー、なんかすげえな。あれ、なんだ？おっと、これは何だ？拝見しよう。ニコラ、やめて。町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか。この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないと。お前にとって命とは値段がないものだ。だが俺はその命で金を稼いで、そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。こいつ絶対ただじゃおかねえからな。また戦うのか、君と。もう手がないじゃん。うわー、てか再生してる感じか。あ、ミスったー。前みたいに弱点は出てこないかな。いてー、よし。おお、生きてた。サポートする。ええ、お願い。サポート？どういうサポート？やばっ。ああ、またその動きですか。気をつけろ、ザコも出てきた。ザコ出てきたの？第8タンクの後ろにいる。第8タンク後ろね。で、その8にいた時に何かした方がいいの？近い。また走ったか。またザクが出てきたぞ。ほんとよく出てくるね。スイフトちゃん、まあ第1位。それで石だ。ああ、そういうことね。意味がやっとわかった。
はいはいはい。違う。使って。モンハンみてえな攻撃してくるな。うわあ、待った。ああ、にゃろ。画面画面画面。弾が入ってないのよね。かっこよく避けたんだけど、またか、逃げたね。どこ？ああ、そういう攻撃。うえ。それはちょっとひどいんじゃないですか？それはちょっとひどいんじゃないですか？ああ、はめ技きた。今のはめ技はひどくないかい？いや、あれはひどいな。あれはちょっといかんな。ちょっとさっきの許せんな。よし。はい、よけれんな、いい。まず弾使って、左やね。頼むよ。神王がやな。いやー、神王がにしか見えんことになってきたな。四つん這いで。
はい、お邪魔。オッケーかね。あ、違う、第二か。ちょっと待ってね。画面がね、ジルと近すぎてもうわけわかんないんだよね。あー、なんか流されてきてるね。何番アンカルロス。なんかやばそうな気がする。回復しておいて。でゾンビが出てくると、はい、いらっしゃい。はい、ねえ、こっちも3あ、いいよ動き一発か。しかもうわー、マジかー。いやそのハメ技みたいなのやめてくれ。もう回復ないんだよな。回避もできないしな。しっかりしてまーす。ダメだ、たまに撃てない時があるぞ、なぜか。なんか落ちてないっすかね。お、クレーンを下ろすか。それで上がってこい。耐えろってことかな。間に合う？そうでしょ。早く急いで。さあ、これ。はあ。いやー、強かったー。硫酸か。いやー、めっちゃ強かったー。
どこに行ったの？マジでめっちゃ強かったんだけど、ちょっとニコライ一回懲らしめんと気が済まんな。ワクチンを取り返さないと。さあやめてくれ、ネメシス撃破って、やめてくれそのハテナは。とりあえず、なんだろうな終わる気がしないね。いやー本当にニコライボコさないとね。これノーマルモードです。ちなみになかなかの、なかなかの強さですね。 やりながら思うけどね。ちゃこっちはガンパウダー。マジでまだあるっぽい感じがするね。いや、ニコライとの最終決戦にしたらちょっと広すぎるしな。いた、やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きだ。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。マジか。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に変えられん。健闘を祈る。ニコライ、あの野郎。ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない、行って。ここは任せて。分かった。いい、覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。うーわー。ラスボス感すげーなー。あ、なんかとりあえず、おお、なんかパンチが来てる。ん？何これ？なんかめっちゃかっこいいんだけど。見つけた。いや、うん、いいもの見つけたんだけど。はい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 。見て。当たりに行ってしまった。さあ、あれか。レールガンか。充電がいりますね。そうか、ただ一発がでけえ。あの奥のあれ気になる。もっと欲しそうね。いけない。そうか。奥から。さあ戻して、これ間に合うのかな。残りの電源はあと2つです。はい、これも残りの電源、残りの電源ね。一回で半分持ってかれるんだよね。セ
て頑張って、何度でもくたばらせてやる。やばい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 、なんかよくわかんないけどやばい。なんだあれは、これだよね、明らかに弱点は。はい、避けれてない回避ボタンはどこに行ったの。よし、さあこれ押し込めば、さあ2回目。お前の弱点は分かってるわ。これこれこれ、よし、もう一発。ここさて、もう一発いきますか。覚悟しなさい、おしまいよ、今度こそ仕留めてやる。生成した、あー倒したいやーよかった、撃破だね、やっと正式に撃破って出たね。さあただ取るもの取ったし、念のため、ショートカットに登録しておいて、いきますか。いやー、倒した、倒した。よかった、よかった。いやー、あれ？こっちじゃない？こっちか。あ、上行くのね。どういてもあそこ行くような感じだったけど、違うんだね。さあ、カルロスは追いついたかな。なんか見覚えあるぞ。そうだね、ニコライ早く追いつかないと。さあまだ追いつける、奴を捕らえられる。あとはニコライだけだね。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタ。忠告を聞かないからこうなる。ゼレ、撃て、ゼレ。撃てない、あなたにも当たる。早く撃て。ためらうな、他に方法はない。早く撃て。こいつには撃てない。動くな動くな動くな。そんな時は、よし、カルロス。はあ、言ってろ、俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ぬわけない。もう生きてた。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。
誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたら金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。はい、ということでクリアですね。あー、クリアできたいやー、あれ、なんかまだ話が。あ、そうだね。あの、壊されたやつを持って帰ってたんだもんね。成分分析とかすれば、ヒントは得られそうだけど。さあ、今回スタンダードでクリア時間4時間半と、で、セーブ31回のデス5。5回か。まあ、5回ならいいかな。ランク C でしたね。いやー。最後のあの、電気のところとか、辛かったな。だいぶネメシスに、苦しめられた感はあるね。お、ショップが開放と。ボーナスショップ。はい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 。コスチュームか。はあ、所持していると体力が徐々に回復していく。複数所持することで効果が増幅される。へえ。鉄壁。あ、へえ、やり込み要素でこんなのがあるんだ、今度。リロードツール。所持していると弾を合成した際に得られる弾の数が増加。スターズの本と。パンチが発動しやすくなる。緊急回避。あ、そんなに発動やっぱしにくいんだ。キーピック。チェーンか。ここら辺は、話を楽にするためのものかな。はいはいはい。お、すげえ、ホットダガーとかあるんだ。目立ちたがりの意味を持つ。これすごいね。こういうのあるんだね。サムライエッジは前だね。ライデン。あー。一撃で葬ることができると。無限ハンドガンとか、アサルトライフル。この辺りはカルロス専用って感じがするけど。おー、ロケットランチャー。あ、そっか。今作、そういう意味ではロケットランチャーってなかったね。ああ、これやったらめちゃくちゃ楽だろうね。これしか使わないだろうね。はあ。この徐々に回復っていうだけでもだいぶありがたいな。はい。ということで、一応、
ライブ見てる方はここまでですね。いやー、動画見てる方はここまでなんですけど、そうだね、RE2 に続いて今回 RE3 をさせてもらったわけですが、なんか全然違う難易度だね。2の時はどっちかっていうと、そうだね、タイラントを倒せないからどうしよっかなっていう感じだったけど、3はなんか雑魚が全体的に強くて結構大変でしたね。ボス戦もボス戦で回避テクニックいるしね。いやいや大変だった。いやー、まあまあまあ、一応そうですね、今回のバイオハザード3に関しては以上で終わりとなりますんで、また次回別のゲームの配信をしていこうかなと思います。まあ金曜のホラー枠をまたどうするかまた考えていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、動画を見ている方はここまで。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。